南洋共発、南洋共発、株式会社、南洋公発は、1920年代に、東洋拓殖株式会社と実業家、松江春二を中心に、サイパン島に設立され、ポツダム宣言の受諾に伴って閉鎖されたかつての、株式会社。南洋共発は、満州を中心とした南満州鉄道に対し、南洋諸島を舞台として発展したため、 海の満鉄、北の満鉄、南の南京と呼ぶこともある。南洋町、日本海軍と密接な関係を持ち、南洋町長官は南洋軍島の統治に強い影響力を持つ南洋強発を軍島と強発会社は共存ともし一連卓商の関係と評した。社長が塚本里志行のそれと告示する。 第一次世界大戦のドイツ帝国敗戦により、南洋の旧ドイツ領を国際連盟、委任統治領として日本が統治することになった。これを契機として、日本内地の資本が次々と進出したが、大戦後の強行の影響を受けて、初期の進出会社は経営に行き詰まる。1920年に南洋植産、1921年には、 西村拓職が倒産した。そして、後には従業員である約1000人の移民が取り残された。残された労働者は飢餓に苦しみ、土着の住民の主要な食料であるヤシが貝殻虫による中外を受け、彼らも食料難に襲われていた。これらの2社の倒産の同時期に、日本内地と台湾で製陶業に携わっていた松江春次は、 移民の救済と南洋での正当業の将来性を主張していた。これらの失業者の救済と南洋開発のため、松江春治を中心に設立されたのが、南洋強発である。南洋軍統の統治を受任した日本が直面する国際的な社会問題を解決するため、松江に白羽の矢が建てられる。設立時の資本金の170%を東洋拓殖とその後会社が、 出資、松江春次をはじめとする社員と技術者が、内地、台湾の政党会社から招致された。1922年に、松江は、西村拓職を買収して、南洋共発を立ち上げ、南洋食産のパン島、テニアン島における権利と事業を継承した。設立に際し、ドイツ製の最新の政党機が導入され、50km 近い鉄道路が付設された。 南洋食産、西村拓食の元従業員1000人に加え、沖縄県からの約2000人の移民が従業員として雇用された。経営方針として、日本本国、特に沖縄県の無産農民を導入した開拓の推進と、日本経済の南方への進出が掲げられた。百二十三年より、サイパン島の製陶工場が稼働するが、おさぞウムによる中、中 砂糖キビを運搬する鉄道路の不備が会社を悩ませた。また、同年に発生した関東大震災により、東京に増地していた製品の砂糖が消失する被害を受ける。先行きの見えない経営のため、内地からは南洋群島の開発の可能性を疑問視する南洋群島っぱなし論も提された。ジャワ品種の砂糖キビの導入による中外の撲滅。 輸送状況の改善により、1925年から経営は好転する。1925年に南洋強発の工場で9000トンの砂糖が生産され、1935年には6万8000トンにまで増加する。南洋庁は南洋強発に製糖事業を独占させ、工作地の太陽に始まり、砂糖の出荷に終わる工程では、制度面。 資金面において厚い方を受けた。生徒業の中心地であるサイパン島とテニアン島のジャングルは開拓されて工場、農場に代わり道路、軽便鉄道が付設された。1932年の内洋町の歳入は約482万円であり、うち約309万円を内洋強発からの出向税が占めていた。 サイパン島とテニアン島での政党事業に成功した南洋共発は順調に発展を続け、松江はさらなる事業の拡大を試みる。南洋共発は外領にも事業を広げ、1931年にオランダ領ニューギニア島、1937年にセレウェスト、スラウェシ島とティモール島に進出した。1935年、 日本政府が実施した移民政策に従って南洋共発はミクロネシアの主要な島々に施設を建設、パラオ島にパイナップルの缶詰工場、ポンペイ島にデンプン生成の工場が建てられた。1930年代後半から欧米諸国の日本への警戒心が高まると民間企業である南洋共発には従来以上に 積極的な外南洋への進出が求められるようになる。太平洋戦争の開戦後、南洋共発は海南島、グアム島、ジャワ島などの占領地の統治に関与する。1942年、南洋共発は南洋貿易、NBK と合併し、事業分野を拡大する。しかし、南洋軍島の自力の低下に伴う砂糖の減産。 軍事産業への労働力の提供は、会社にとって重い負担となる。戦争の激化に伴い、南洋諸島はアメリカ軍の占領下に置かれ、南洋強発の事業所も壊滅的な被害を受けた。1944年にマリアナ諸島でマリアナ地区軍民協定が締結され、南洋強発は軍に全能力を提供するが、アメリカ軍の上陸、占領により、施設、 従業員の両方多大な被害を受け、会社の機能は事実上停止する。終戦後、1945年9月に GHQ により閉鎖期間に指定され、解散した。1954年に閉鎖期間指定は解除されたが、南洋共発の経営が再開されることはなかった。南洋貿易は1950年、元南洋共発社長であった。 栗林徳一により再建された。当初の主たる事業は、政党事業であったが、1930年代から事業を、水産業、農園業、酒造から、工業、輸出工業、交通運輸業、貿易業に至るまで拡張し、南洋における最大の企業となった。南洋群島に移住した日本人の多くが、南洋強発、および、 南洋共発に関連する仕事に従事し、南洋共発は日本人移民の招致と定着に貢献した。初期は熱帯地方での重労働に耐性があり、佐藤希美の幸い経験があると考えられていた。沖縄、八丈島出身者を積極的に受け入れていた。九百三十年代半ばまでに賃金や労働条件をめぐる南方出身者によるストライキが頻発すると、 福島県、山形県出身者を積極的に受け入れたが、なおも現場での労働で沖縄出身者は必要不可欠な役割を果たしていた。最終的には従業員、関係者は約4万8千人と満鉄に匹敵する規模の大会社に成長した。1934年以降のサイパン島、テニアン島の日本人人口は現地住民の10倍以上に増加し、 1930年代半ばまでに南洋強発の従業員数は南洋軍等の全人口の約半分を占めるようになっていた。1932年から1933年にかけては南洋強発は日本海軍の依頼を受け国際連盟理事会が定めた委任統治条項4条域内では陸海空軍の根拠地、水域の建設を禁止するを回避するため 南洋共発第一農場という名の軍用機の飛行場を建設した。1942年の南洋貿易の併合後は、製糖業、主製、酒造、工業、水産業、農園、運輸交通、油脂工業、貿易業を展開し、二十数社の貿易企業を有していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。